はい、皆さんおはようございます。しわすです。昨日はちょっと動画の更新をちょっとお休みしてました。というのもですね、物騒なことが起きてしまい、昨日は本当インターネットで情報を追うことしかできず、ご飯食べて寝るしかちょっとねできなかったんですけど、とりあえず今日からまた、いつも通りなんか歌作って撮影して動画活動を再開します。なんかね、僕みたいな、芸人というか、この音楽でやってるふざけてる人間はね、普段通りの活動しかできることがないけれど、僕はそのゆくゆくはというか、長い目で長期的な目線でなんですけど、ある程度知名度とか影響力とかつけて、でそれなりの資産を築いて、なんか資産家というものになって、でなんかその大きなお金だったり、大きなお金を動かしたり、その知名度とか影響力を使って、なんか社会に貢献できればなと、ゆくゆくはですよ、将来的な話ですけど、思ってるんですよ。今はそのね、本当スタート段階なので、まだまだそんな大それたことはできないんですけど、まずは自分が自立できるぐらいな、その生活基盤を整えなきゃいけないっていうところから始めてるんですけど、本当にね、自分でもそのね、できるようなことがあればですね、例えばですけど、お金ある程度その準備とか設備とか整えて、ちゃんとしたミュージックビデオを作るとか、あとはその音楽関係なく、そのもしね、ある程度資産が築けたら、その大金を動かして何か問題解決をする、ソリューションを起こすとか、何かその、どこかの業界にちょっとこう変化をもたらす、革命をもたらすみたいな大革 そういう、なんか便利な世の中にしたいなとか、なんか人の悩みを解決したいとか、問題解決をしたいとか、そういう、漠然とですけど、そういうね、大きな野望みたいなものもあってですね、本当に今はふざけてることやってるだけですけど、だし、まだまだとりあえずは、仕事を辞めたいとか 目の前の目標をまず達成してからの話なんですけど、本当に長期的にはね、そういうことを考えていますんで、今のうちからまた見守ってくれてると嬉しいです、という選択しながらの雑談でした。雑談です。今日はね こんなくだらない動画を上げていいものか。でもこれから、この後、なんか新しい歌作りますんで、ちょっと楽しみにしてください。やはりね、いつまでも気がめいっていては、社会は動かせないので、動かせないっていうか、止まってしまうのでね、経済活動というか、希望というか、前に進み続けるということは、止めてはいけないと思います。よいしょ。なんて、洗濯をしながら、口がちょっと、なんて言われたら、おご無沙汰じゃない、いや、口がお留守じゃなくて、口が手すきなので 何か喋ってみようと思って撮影を始めました。よいしょ。顔が映ってないんだが。待って、顔映ってないね。ごめんね。よいしょ。よいしょ。完全に逆光なんだ。話したいことは話せたかな。そんな感じですよ。ね、31歳。今年32になりますけど、12月で32歳になりますけど、
年収200万のフリーターが果たしてどこまでいけるものかと。ね。自分でもわかんないけど。よいしょ。本当に本当にゆくゆくはね、ゆくゆくは、ちゃんとしたじゃないよ。違う。それなりの資本家というかですね、なりたいわけですよ。僕は。ちょっとここだけの話ですけど、仮想通貨をですね、少額、本当にフリーターなんで少額しか、もうそういう資金がないけど、一応、もう去年の7月に買ってみて、で、今もう1年経ったじゃないですか。1年間保有してるわけですよ。で、果たして自分の持ってる銘柄が、ね、今後どこまで上がるかわかんないけど、その第一歩ということで、まあ本当に 1万とか2万とかそういう程度しか、買ってないんですけど、まあ、ある程度10銘柄ぐらい持ってるかな。10銘柄、それらがね、例えば100倍になれば100万じゃないですか。それを、その溜まった100万をまた投資に回すか、こういう活動に当てるかなんかして、どんどん、もう無限に資産を増やしていきたいなってずっと思ってるわけですね。なんかもう本当物欲がなくて、全然。物欲というか、お金を無限に増やしたい欲が今は、結構あって。まあ、あとは食欲。食欲はどうしてもね、外食とかで美味しいもの食べるためにお金使っちゃうから、そこは 仕方ないとして、もうそれ以外の物欲はほとんどなくて。まあ、とにかくお金を増やしてリタイアじゃないな。まあ、経済的な自立をしたいわけですよ。インディペンデンスですよ。ファイヤーってやつね。ファイヤーしつつ、こうやって、なんか音楽、まあ、一応音楽っていう能力も今、授かってる状態なので、音楽をしつつ、で、それで、まあ、そういう動画活動で知名度とか人気がさらに上がれば、もっとね、大きなお金が持てるようになったら、まあ、絶対にちょっとある程度は暇になると思うんですよ。まあ、暇になるっつうか、何か自分以外のことに何か貢献するための気持ちの余裕というか、新しい野望というか、そういうのが生まれると思うんですよ。他者への貢献、社会貢献的なのが、ゆくゆくはそういうのをやっていきたいなと思ってますね。まあ、ほんと何歳？ 40 歳ぐらいでやっと実現するのかな？それがな。ちょっと早いか。50歳ぐらいでやっとそれが実現するのかわかんないけど。まあ、そういう野望を、まあ、長期的な目線で抱いている、スワシワスでございます。まあ、今は、まあ、ほんとね、この動画、こんなね、雑談動画見てる人なんて、ごく一部だと思うから、まあ、これをね、知ってもらった人は本当、なんかありがたい、嬉しい、ありがとうございますって感じです。あと、興味持っていただけて嬉しいです。これからも頑張るんで。まあ、今はね、今はなんかもう小学生レベルのふざけたことやってる師走をお楽しみくださいませって感じです。ねえ、なんかいろんなことが立て続けにあって、ちょっと気が滅入りがちというか、なんでしょう。不安定。どんどん、安全が脅かされてるような気はします。なので、どうか皆さんも、いろいろとね、なんか自らなんか、破滅というか、大怪我したり、何かね、自ら何かやらかしたりすることないように気をつけましょう。例えば僕だったら、毎日バイク運転してるんで、本当安全運転、速度出さない、出しすぎないようにしたり、停止線からはみ出さないようにしたりとか、横からすり抜けしないようにとかって、ね、毎日徹底してるんですけど、そういう感じで、なんかよ、その、必要のない不幸を減らしましょうっていう、行きましょうって感じですね、皆さんね。不幸を自ら、呼び寄せることのないように、なんか頑張っていきましょう。なんとかその、平常な心を 保てるように、適度にストレス発散なり、自分へのご褒美なり、ね、僕もやってるんで、そういうことは。なんか自分ね、そういうことやって、とりあえずリラックスしましょう。はい、そういう感じです。はい、ちょっとここで終わるかな。はい。こんな感じ。じゃあ、また動画で、縦のショート動画でお会いしましょう。バイバイ。